ゴッホがアルルからエミール・ベルナールに送った手紙と、そこに描かれたスケッチ。フィンセント・ファン・ゴッホの手紙では、画家フィンセント・ファン・ゴッホが弟、テオや、その他の家族、友人らとの間で交わした手紙についてもべる。フィンセント・ファン・ゴッホ。ゴッホ美術館によれば、ゴッホが書いた手紙で現存するものは819通、あり、そのうち弟で画唱だった。 テオドルスファン・ゴッホに当てたものが651通、さらにそのうち、テオとその妻ヨハンナ・ファン・ゴッホ・ボンゲルの二人に当てたものが83通である。その他の宛先には、画家アントン・ファン・ラッパルト、エミール・ベルナール、妹・ビレミーナ・ファン、ゴッホなどがいる。一方、ゴッホが受け取った手紙は83通残っており、うち39通がテオからのもの、2通は、テオと洋連名のものである。 テオドルス・ファン・ゴッホ。ゴッホの最初の手紙は、1872年9月29日、テオに宛てたものであった。当時、ゴッホは19歳で、画商グーピル紹介ハーグ支店で働き始めてから3年が経っていた。この夏、まだ学生だったテオが、ハーグの兄の元を訪れ、その直後に、ゴッホが手紙を書いた時から、二人の間の手紙のやりとりが始まった。 ただ、最初の3年ほどは、仕事のことなど決まりきった内容が多く、比較的短いものが多かった。1875年月に、ゴッホは、キリスト教に関心を抱くようになり、手紙は、聖書や宗教書からの引用が急激に増える。この頃、聖書のコリンとの信徒への手紙にから、悲しんでいるようであるが、常に喜んでおりという引用をしているが、彼はその後もこれを、 モットーのように繰り返している。イギリスのラムズゲート、そしてアイズルワースに移った1876年春には、長大な手紙が書かれるようになった。しかし、その後アムステルダムでの進学部受験勉強の失敗、ボリナージュでの伝道活動の失敗により、聖職者になる道が閉ざされると、1879年からは、宗教書からの引用は一気に消え去った。 1870年代終わり頃からは、手紙はゴッホにとって感じたこと、考えたことを表現する手段という意味合いを持つようになった。また、ゴッホにとって、テオが家族の中での唯一の理解者として位置づけられてくる。1880年頃、画家になることを決意してからは、ゴッホの手紙の中での関心も、もっぱらえに向かう。そして、テオや、ラッパルト、 ポール・ゴーギャン、ベルナールらに対して書かれた手紙からは、ゴッホが最初に素描に専念したこと、新たな画材を試みたこと、構図や正確な描写に苦労したこと、読書、他の芸術家との触れ合いや、美術館への訪問などから刺激を受けたこと、色彩についての考え方、南仏でのアトリエの構想など、画家としての成長過程を詳細に知ることができる。一方で、 衣食住など彼の日常の生活ぶりについては情報が少ない。テオは兄からの手紙を含め大量の書類を捨てずに保管しており、それは1891年にテオが亡くなった後は妻用、そして息子、フィンセント・ウィレムに相続されてからゴッホ財団に引き継がれ、現在ゴッホ美術館に保管されている。もっとも失われたと思われる手紙もある。 1879年8月から家族間の手紙が急激に減っており、テオがこの時期は手紙を保管していなかったか捨ててしまった可能性もあるが、ヤンフルスケルはこの時期のゴッホと家族との争いをあらわにしすぎるという理由で隠滅された可能性があると考えている。1880年は父がゴッホをヘールの精神病院に入れようとした時期である。 1883年初頭の手紙も失われていると見られる。他方、ゴッホは自分が受け取った手紙をあまり保存しておらず、捨てたり燃やしたりしてしまっているものが多いようである。ゴッホ宛ての書簡で残っているのは83通しかない。特にパリ時代以前の手紙は数通しか残っておらず、77通は晩年2年のもの。 そのうち六十五通は千八百八十八年十二月の発災降のものである。千八百八十九年四月末以降は、テオとヨウからの手紙がほぼ完全に残っていることから、ゴッホはこの頃手紙を取っておくことに決めたものと思われる。手紙の中に手紙をありがとうからの手紙を受け取ったに手紙を送ったといった言及があるものがあり、 これらの表現を手がかりにすると、現存する902通の他に、ゴッホが書いた手紙約290通、受け取った手紙約550通があったと推定される。これを合計すると、約1750通となる。この他に、言及されないまま失われた手紙が、どの程度あるかはわからない。用による、観光準備、テオの妻で、ゴッホの書簡周辺さんに尽力した。 ヨハンナ・ファン・ゴフホ・ボンゲル。テオは兄から受け取った手紙を保存したまま、1891年1月に亡くなった。その未亡人、ヨハンナ・ファン・ゴフホ・ボンゲルは、同年11月14日の日記にテオが残したのは、二人の間の子供だけではなく、フィンセントの作品を評価されるものにするという、仕事だという決意を書き残している。そして、その間もなく後、 手紙の観光に向けて準備を始めた。1892年12月から1893年2月にかけてアムステルダムで行われたパノラマ展のカタログにはゴッホの書簡からの短い抜粋が掲載された。1893年8月にはベルギーのオランダ語美術史京都アス市にこれより長い抜粋が掲載された。ベルナールによる雑誌への発表。 ゴッホの友人であった画家エミール・ベルナール。ゴッホが1890年に死去してから間もなく、ベルナールはゴッホから受け取った手紙の交換に向けて動き始めた。彼は1891年、現代の人々死にゴッホを紹介する記事を書き、その中でゴッホから受け取った手紙の刊行は斬新さと訴求力を持ったものになるだろうと書いている。そして、 1893年4月からフランスのメルキュールド・フランス市場で彼の商伝と共に手紙を少しずつ発表し始めた。最初の4回は4月号から7月号まで毎月掲載された。ベルナールは1892年12月31日に編集の苦労について洋の兄アンドリース・ボンゲルにあてて手紙の一部を写したが、 とても時間がかかり骨の折れる作業です。書きかけの文を補ったり、不可解な迷路の間を縫って、考えを追ったりしなければならないことがしばしばです。などと書いている。ベルナールは、この時、17世紀のオランダ絵画、新しい絵画、ゴッホの作品と制作状況についての記述、ベルナールの作品に対するゴッホの反応、宗教、社会に対する考え方という5つのテーマに沿って、 手紙を選んだ。ベルナールは、この時の連載では、手紙の抜粋のみにとどめ、表現がきつく、感情を害しかねない部分は再録せず、私自身に関わる部分は公表せず、また当時の友人たちのイニシャルだけを載せることにしたと、後に説明している。掲載の順序もランダムにし、私生活の状況はわかりにくいようになっていた。 続いて1893年8月から1895年2月まで、メルキュール氏には、手を当ての書簡の抜粋が掲載された。これはベルナールが用から借り出したものである。手紙の掲載は、中断を挟みながら、1897年8月まで続いた。メルキュール氏という権威ある雑誌での掲載は、前衛美術に関心のある読者に大きな反響を呼んだ。 そして、フランス以外にも翻訳されて紹介された。ドイツでは、ブルーノ・カッシーラーが、美術史、芸術と芸術家の1904年と1905年の号で、絵画作品とともに、メルキュール氏と京都アソシに掲載された書簡のドイツ語訳を掲載した。そして、1906年には、アンソロジー的に編纂された単行本を出版し、一般の人々にも、 ゴッホの名を知らせる役割を果たした。ラッパルト宛テ書館の公表をオランダ時代に交流があったがカアントン・ファン・ラッパルト。ゴッホがオランダ時代に交流を持ったがカアントン・ファン・ラッパルトに宛てた手紙は1905年オランダの月刊誌クリティックバンビールデンデクンステン EA のカンストナイバーハイト氏で公表された。ベルナールによる書館集1914年用ガ フィンセントの手紙を3巻にまとめた書簡集ヴィンセント版語法ブリブニャンゼインブローダーを刊行した。基本的にはフィンセントからテオに当てられた書簡で構成され、1889年の結婚後は洋宛の書簡も含まれる。また、両親宛の書簡、カー宛の書簡も若干含まれる。要は、その序文の中で夫テオが パリのアパルトマンの引き出しに、フィンセントの手紙を残したこと、テオは出版を志したが実現を見ずに亡くなったこと、その後、約24年が経ったが、それは解読と整理に時間を要したためであるとともに、フィンセントが画家としての正当な評価を受ける時期を待ったためでもあることなどを記している。手紙は、コッホが過ごした場所によって、時期が分けられている。言語は、 ゴッホが書いた言語のまま収録されている。そのため、最初の2巻はオランダ語、第3巻はパリ時代から始まるため主にフランス語となっている。ただし、この書簡集は手紙の順序や日付が間違っている場合があることが研究者によって指摘されており、用が人名をイニシャルに変えたり、都合の悪い箇所を飛ばしたり、インクで塗りつぶしたりした形跡もある。 用と出版社との契約は1911年1月18日に結ばれ、当初は1912年にドイツ5番出版と時期を合わせて出版される予定であった。それが1914年までずれ込み2100部が印刷された。出版費用は用の慈悲であった。そして同じ1914年、ブルーノカッシーラーのいとこ、パウルカッシーラーが 用の書簡集のドイツ語訳を出版した。ゴッホは1920年頃までに各国で需要評価され、書簡集も翻訳出版された。イギリスでは1913年、ドイツ語でのカッシーラー版に基づきアンソニー・ルードヴィチが一部を翻訳し出版。日本で最初にゴッホの手紙を紹介したのは小島キクオが白樺にヴィンツェント・版ンゴッホの手紙を 掲載紹介で単行版は木村総八が1915年に番五歩の手紙を出版。戦後は小林秀夫がゴッホの手紙を1950年の芸術新調総刊号から連載した。1921年にドイツ五番ボラールのベルナールアテ書監修が出版された。1924年に陽平さんのオランダ版書監修。 翌25年にヨウは没したが、ドイツ語版の再版には、ヨウの息子、フィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホによる序文を収録し、オジュフィンセントの作品と手紙を普及周知させるためヨウが言ってきた努力が紹介されている。イギリスでは、ゴッホの評価紹介が遅れ、1927年に初めて本格的な英語版書簡集が出版された。1938年美術史家、 ダグラス・クーパーの編集で、ベルナール宛て書簡集の英訳版が出版された。クーパーは、ボラール版を用いず、オリジナルの原稿から訳出を行うとともに、初めて書簡集に、学術的な立場から注釈を付した。また、テオ、ベルナール、ラッパルト以外の人物に宛てた書簡も、散発的に公表されていった。フィンセント・ウィレムは、1932年父テオから、 フィンセントに宛てて1888年から1890年にかけて送られた手紙41通をレッドル・ロアサン・フレール・ヴィンセントとして刊行し、1100部が刷られた。フランス語での出版であった。その中には、ーがフィンセントに送ったものも含まれている。1936年、ゴッホのラッパルト宛て書館がニューヨークで、レターズ・ツー・アン・アーティスト・フロム、 ヴィンセント・ヴァン・ゴッホツー・アントン・ジー・エイ・リダー・バン・ラパード1881から1885というタイトルで翻訳出版された。続いて1937年、オランダでもラッパルト・アテ書館がブリブン・バン・ヴィンセント・ヴァン・ゴッホアーン、アンソン・ジー・エイ・リダー・ブイ・ラパード1881から1885で出版された。テオとヨーノコで、 完全版書監集の観光に尽力した、フィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホ。そこでは、テオ、ベルナール、ラッパルトなど、あらゆる人との手紙のやりとりが網羅されており、ゴッホが書いたオリジナルの言語で印刷されている。主に入念時代に書かれた、日付がないか書きかけのテオ宛ての手紙21通、妹ビレミーナ・ファン・ゴッホ宛ての手紙22通など、それまで、 未発表だった手紙も収録されている。第1巻から第3巻までは、フィンセントから手を当ての手紙が収録されており、行版書管集で付された書簡番号がそのまま用いられている。新たに収録された手紙には、数字の後ろに A、B、C といった枝番が付されている。ところが、これらの手紙に混じって、ゴッホに関する第三者の文章が、 参考資料として掲載されており、それにも手紙と同じような数字と枝番が振られているという特徴がある。第4巻にはその他の手紙と各種参考資料が収められている。まず、ラッパルト、ビル、ベルナール宛ての手紙やテオからフィンセントへの手紙が掲載されている。書簡番号にはそれぞれ頭文字を取って R、W、B、T という記号が付されている。 それに続く章に各種新聞、雑誌、書籍で発表されたゴッホ回想録など雑多な資料が収録されている。そして最後の章にはゴッホ家の家系についてフィンセント・ウィレムがまとめた文章が掲載されている。1955年には早くも全二巻での再版が発行され、1973から74年にも再版された。また、 イギリスでは1958年にザ・コンプリートレターズ・オブ・ヴィンセント・バン・ゴッホというタイトルで英訳が出版された。この英訳にはフィンセントから手を当ての手紙ご通が新たに収められている。1959年にはイタリア語、1960年にはフランス語、1965年にはドイツ語に翻訳された。日本語訳はこの版に基づき、 二たみしろう、あわずのりを、うさみ英いほかわけ、ファンゴッホ初巻全集、1969-70年、改訂版1984年、はざまいのすけ役、ゴッホの手紙が出版された。休巻全版が出された後、さらに、ゴッホからうじヌボック宛てのものなど、それまで未発見だった手紙がいくつか追加して発表された。ファクシュミリ版さらに、フィンセント・ウィレムは、 1977年、ゴッホ美術館に保管されているゴッホ晩年の手紙を複製印刷したファクシミリ版を出版した。その意図について、フィンセント・ウィレムは、研究者から原本の閲覧を求められることが多いが、原本の劣化を防ぐために、研究用にファクシミリ版を提供することにしたものと説明している。ゴーギャンの書簡ダグラス・クーパーは、1983年、 ゴーギャンからゴッホ、手を、用に当てた手紙45通を編纂し、45、レッドルはビンセント、手追い、常番ゴッホを出版した。そこには、ゴッホが受け取った未公表の手紙15通以上が収録されていた。白黒のファクシミリ版に加え、一行ごとに活字化されたテキストが示され、中学されている。1990年オランダ語版。 ゴッホの作品のみならず手紙に関する研究の一大拠点となっているアムステルダムのゴッホ美術館。ゴッホ美術館はゴッホ没後100年の1990年を記念してこれまで発表されたすべての手紙をまとめた書簡集でブリブンを発表した。この版では手紙の相手方によるグループ分けはされずすべての手紙が時系列順に配列されている。 ヤンフルスケルによる時期特定の研究結果も活かされた。全4巻で手紙に描かれたスケッチもすべて白黒で印刷された。その際、スペリングは現代オランダ語のものに直され、フランス語は現代をオランダ語に翻訳された。その代わり、非オランダ語読者には読むのが難しいものになった。このオランダ語版を元にした日本語訳は、ファンゴッホの手紙で出版されている。 日本語訳は他にゴッホの手紙へと魂の日記がある。ゴッホの手紙の多くを所蔵するファンゴッホ美術館は1994年より世界中の読者がアクセスできるように英語で最新の研究成果を盛り込んだ新たな完全版書館集を出す計画に着手した。オランダ王立芸術科学アカデミーのホイフェンス研究所と共同して手紙のオリジナルのテキストと 英訳、そして注釈を収録することとした。最初の5年は原本を参照して、テキストを構成するとともに、注釈のための資料を収集するのに費やされ、続く5年は注釈のための研究に費やされた。同時に、英訳作業が進められた。そして、冒頭の解説が執筆された。計画当初は、書籍での刊行のみが考えられていたが、2004年頃には、 ウェブ上で出版する方針となった。それとともに注釈を短くした全六巻の書籍版も出版することとなった。こうして2009年秋、ウェブ版と英語、オランダ語、フランス語による書籍版が同時に発表された。ウェブ版は無料公開された。この改定版では天候の記録や郵便配達日数などあらゆる情報をもとに 日付の書かれていない手紙の日付の特定が行われ、旧版の誤りが訂正されている。また、手紙で触れられている作品、人物、出来事に詳細な注が付されている。日本語訳は、ファンゴッホの手紙12で、ゴッホ美術館専門スタッフが生成した265通を、収録。ゴッホの手紙は、美術史研究の上では、絵画作品の制作時期を特定する上で、 最上級の資料となっている。また、制作の経緯、背景を知る上でも重要な意義を有する。テオは、ガショ唱グーピル紹介に勤務し、新しい美術の動向にも詳しかったため、ゴッホが絵画館を語る上で絶好の聞き手であった。加えて、ゴッホの手紙には、彼の家族に対する思い、宗教や芸術に対する情熱、挫折など、内面が率直に吐露されており、 その文学的価値も高く評価されている。ゴッホ他のどの画家とも違う特別な存在としているのは、その生き方を詳細に伝える濃密な内容の手紙があることだという評価もある。さらに、ゴッホの死後間もなくから、ベルナールやうによって、ゴッホの手紙が公表されたことによって、ゴッホの生涯、そしてその芸術自体への関心が高まった。特に、 1914年に洋が出版した書館集は世界各国で翻訳され、これをもとに様々な電気、小説が書かれ、電気映画が作られてきた。ありがとうございます。